よよ、ミスズの花に謎の液体が。リョータ、追い出してやりたまえ。花粉症。ポリ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 。つまり人間で表すとこういう状況だな。ペンペンと。表さないでください。お姉ちゃん、そう、そう。しかし、 花粉症とやらの対策だが、これある起きして秘蔵していたこの進化促進銃で、その銃いつも使ってませんか。この進化促進銃で杉をユリ化してしまうのだ。杉、これでやつらももう嫌な汁とか飛ばさなくなるってズンポーター。では行って滅ぼしてデストロイダー超え。レオイナ杉。 出してる出してる。しかしこの感覚、以前どこかで、そう、あれだ。昔初めてエロ本屋に入った時、空間全体から迫ってくるエロエーテルに圧倒されて、自分の性欲なんてどうでもいいことなんじゃないかって。で、 結局何も買わずに帰ったとか、そういうことってあるよね。知りません。あなた、本当に宇宙人なんだそうです。太古の昔より地球の進化を調整してきた種族なのだそうですが、本当かどうか分かりません。まあ、とにかく撃っとこ。 というか、杉ってオスメス同じ株じゃ。先日、なぜか丹沢山中より飛来した杉は、各地で続き花粉の飛散量は過去最大となり、気象庁が各地に注意を呼び。まあまあまあ、やはり石油の発展は破滅を招くな。お姉ちゃん、すわせて。っていうか、 なんでナオコさんは家にいるんだろう。至るところでナオコさん、完璧ままにナオコさん、邪悪者は生む、おぎわさずパパパ。 穴が開くほどナオコさん、穴を開いてナオコさん、見つめ返された。
Kazu-chan, Onee-chan kaet te kitan datte? Kyō uchi yotte mo ii? Sore ga sono chotto iroiro atte. So. Nanka saikin Misuzu-chan tsumetaku natta ki ga suru. Ano, gomen ne, issho ni kaero. Chotto ima ie gotagota shite te. ひーちゃんには悪いけど、ナオコさん見られるとまずいしな。あ、なんか変な人いるよ。変な人。いやいや、みすずいいところに。知り合い？どうしてこんなところに。母上にお使い頼まれたんだけど道に迷ってしまったよ。あの、ひょっとして宇宙の人ですか？そういう君はメガネの人だね。メガネ、宇宙、宇宙。うちとけるの早いな。 しかし、どうしたの？いや、迷わないように来た道にエロ本を巻いてきたのだが、ほとんどなくなってしまっている。きっと小鳥さんたちがついばんでいってしまったのでしょう。メガネは顔に似合わずメンヘルだな。メルヘンでは。犯人はそこか、このエロだよ。あらあら、見つかっちゃった。 お母さん、ダメでしょ、散らかしちゃ。はい、私のじゃないよ。性の反乱を助長するような書物がこの世に子供の手の届くところにあるというのは問題だと思うのです。自分で巻いておいて。夫が単身赴任なので、なかなか子供たちに目が届かないんです。そうか、この娘は父親がいなくて寂しいから、それでこんな犯罪を。 犯罪は別にしてませんが。よし、これからは奈緒子さんのことを本当のお父さんだと思って股間をまさぐるなどしていい。許可されてもな。へえ、道中仮装みたいで素敵じゃない。 その例えだとうちは養分吸い取られる気が。切り取られてるガーン。でもよかった、美鈴ちゃんに嫌われたらどうしようかと思ったよ。そんな、ひーちゃんが宇宙人とか気にしない人でよかったな。それに美鈴ちゃんだったらまさぐられても我慢する。いや、だからそれは。あ、 そういえば、りょうたくんはどうしたの？ああ、お使いに行ってもらった。困難な任務だが、これを乗り越えてこそ人間としての成長が。ん？中が、いえ、高校生です。今日は、 ナオコお姉ちゃんが帰ってきます。何年ぶりかな。何話せばいいんだろう。お母さん、ただいま。お帰りなさい。早かったね。お姉ちゃん。いや、お帰り、みすず。 やだな、お姉さんだよ。ナオコさんじゃないか。え、ごめんなさい。え、そうなのかな。確かにもう何年も会ってないから変わってるかもしれないけど、でも絶対違うと思う。お姉ちゃん、どうしたの？ まさかこの人に何か。違うよ、お姉ちゃんのスカート履いて遊んでたら急にチンチンが。チンチンが原因って。お姉ちゃんのせいだよ。あなたは誰？ナオコお姉ちゃんとどういう関係ですか？だからそのお姉ちゃんだって、ば信じてないな。って言われても。よろしい、本人である何よりの証拠にこの部屋に隠しておいたエロ本のありかを言い当ててみせて信ぜよう。 お姉ちゃんはそんなの持ってないよ。ここだ！ほら！いや、どうだ？ごめんなさい。
今の棚がいっぱいになっちゃって、これ私のなの。お母さん、むむむ、できる。そんなことがあったんだ。ごめん、もらい泣きしちゃったよ。いや、今の話のどこにそんな要素が。で、本当のお姉さんは行方わからないの？うん、そう。あ、ひょっとしてお姉さんはナオコさんと交代でユリ星に行っていて、今頃本場のユリを学んでいるのかもしれないよ。そうそう、それ本当ですか？この前と言ってること違うし。まあ、だいたいお姉さんってことでいいじゃない。人間だもの、ミツオ。失礼ですが、年齢の確認できるものを。え？どうしよう。もし身分の証明を求められたら、このスイッチを押すがいい。そうだ、スイッチ。どれだろう、読めないや。これかな。えい。西新宿の雑居ビルで爆発があり、火災が発生するという事故がありました。爆発も物騒な世の中だね。うちうちエロ本も買えやしない。本当ね、何か忘れている気が。ナオコさん、ナオコお姉ちゃん。起きた？あ、そのままそのまま、無理しちゃダメだよ。ミスズが風邪ひいたって言うから飛んできたよ。今日はお姉ちゃんがついててあげるから、ゆっくり寝てなさい。お姉ちゃん、ん？ありがとう。ん？あらあら、どこかにお出かけ？うん、今日はひーちゃん家で勉強会。そう、気をつけていってらっしゃい。なに？メガネのところに行くならついていくぞ。行くぞ、弟くん。わーい。暑い。ついに太陽と決着をつける時が来たようだ。負けるよ、多分。パン！大丈夫だよ。太陽の時間を進めてちょっと塩らしくするだけさ。地球に優しいナオコさんだもの。いや、超厳しいです。パン！じゃあ何を打てばいいの？このときめきはどこへ行くの？撃つのが目的なんですか？意外に誰も反応しないな。まあ、耳以外は普通の人と同じだもんね。心配する必要なかったかな。ポリコ、どこかこの辺に症状売春組織とかないっすかね？こう問答無用で打っても良さそうな。国道沿いの方に熟女売春組織だったらあったかな。そりゃ別にいいだろ、どうでも。そうだな。ちょっと、はあはあ、ねえ、直子さん。あう？これお土産って言ってたけど何なの？いい質問だ。
お土産といえばやっぱりこれだ。ユリ製メーカーミヨコ。あの機械には何の意味が？そういうことはメカ作家に聞きたまえ。そういえば東京でもこういうの売ってたような。そこらの土産と一緒にしてもらっちゃ困るな。一口食べれば有効成分シベロンが幹部にピュピュッと染み込んで、翌朝にはテレビ東京がいつもの5割増しエロく見える。聞きたいのじゃが。長老、長老だ。それはどんな番組にも聞くのかね。もちろん録画したものにだって有効だ。ん？あ、お。もういいよ。さあ、信じていれば夢は叶う。四畳半にメイドさんがやってくる日が君にもある。年下の幼なじみだってきっとどこかにいるさ。そしてもっともっとエロくなれ。テレ東。この人たちダメすぎる。日本の夏といえば、まず海、そして水遊びする幼女、あと山、そして山で水遊びする幼女、花火大会にもかかわらず幼女水遊び、甲子園には脇目も振らず幼女水遊び。リピートアフターミー。いや、おうじゃ。いえ、だって新聞だって普段固いこと書いといて、幼女が半裸になった途端一面トップじゃないか。君らの正体は分かっている、分かっていると思う。な、何も言ってませんが、それよりも早くひーちゃん家に行こうよ。おっと、そうだった。ここがメガネの家か。いつ見ても大きいな。メガネ一つでよくここまで頑張ったんだな、あいつ。明日も頑張ろう。何か勘違いしている気が。あれから3日も経っちゃったけど、ひーちゃん怒ってないといいけどな。あ、よかった、元気そうだ。みすずちゃんたらまたこぼして。そうだ、お洗濯の間一緒にお風呂入ろうか。ごめんね、いろいろあって遅れちゃって。あれ、みすずちゃんが二人。おっ、これは Naoko-san。大丈夫だよ、心が壊れてるだけだ。全然大丈夫じゃないよ、それ。だいぶ落ち着いたみたい。でもこれじゃあ今日の水遊び幼女祭りは取りやめだな。そんなのそもそも計画してないよ。今日はキャンセルですか？すいません、これはキャンセル料です。じゃあ、臨海公園の方に移動します。プロ？みすずちゃん、もう大丈夫だよ。ごめんね、みすずちゃん、楽しみにしてたんだよね、幼女。してないってば。でも、幼女分が足りないと夏越せない人もいるって。誰がそんな。
まあ人それぞれですよね、どんまい。この人か。しかし、これだけ部屋広いといやらしい本探すのも一苦労だな。腕が鳴るぜ。そんな…探しちゃダメ！ちょっと、ナオコさん。人様の家でそういうことしちゃダメ。もう…みすずちゃん…みすずちゃん…聞こえてないよね、聞こえてないよね。また。おお、やっぱいいな、ギルガメッシュ。ああ、デブヤが、デブヤが。次 WBS だ、WBS。休み中はお父さん忙しいみたいだし。任せなさい少年。我が星のオーバーテクノロジーにかかれば千葉なんて一瞬だ。いえ、問題はお金と保護者なんですが。お姉ちゃんはどこか行きたいところないの？私はいいよ。じゃあディスティニーにしよう。むむむ。これは？ミスズは内気だから昏睡状態にしてどこに行きたいのか問い合わせてみようかと。そこまでしなくても。大丈夫だよ。人体には無害という噂だ。ほら。よっぽど行きたかったんだな、リョウタ。リョウタ、いろいろなチンチンがあっていいと思うよ。いいこと言うな、ミスズ。普通かな。普通だよ。踏み込んじゃいけない心の領域ってあるよね、誰にも。踏み込む前に言ってください。本当に普通かな。本当に普通だよ。じゃ次はミスズの番ね。あ、私は別に。そろそろお別れの時点です。
お、起きたかみすず。いやーすまない、今日は8月31日なんだ。まさかこんな長期間の睡眠効果があるとは。ひどいよナオコさん、夏休み終わっちゃったじゃないか。まだ宿題もやってないのに。いやすまないすまない。もう、あらあら、みんなよく寝たわね。この本ナオコさんのでしょ、落ちてたわよ。いやいや、これは申し訳ない。それよりもディズニーランドは